はい、じゃあ X 大会の方ですね。まもなく、ちょっと待って。はい、では、まもなくスーパーストリートファイター 2X 月例大会の方ですね、始めていきたいと思うんですが、今日参加者の皆さんにちょっとご相談ありまして、シングルがいいかツーオンがいいかというところでちょっと今ご希望を取ろうかなと思ってたんですけど、どっちがいいかなと。そうです、ツーオンだと私入りまして、連戦禁止の、ツーライフ制をやろうかと。連戦をしちゃいけない、勝った時だけ連戦はいいですけど、続けて連戦しちゃいけない2 on 2。要は最初に例えば僕とラリオさんだったら、ラリオさんが先に出たら負けるまでラリオさんやってもらいます。でもし負けたら必ず次こうなって、で俺が負けたらまたラリオさんに行って、でその次こうなりますみたいな。だライフが2つあるんですけど、ラリオさんが1回負けちゃった、じゃあもう1ライフ連戦で出ますっていうのを禁止というルールにしようかなと。で、あとはキャラを固定にするか自由にするかっていうのは今ちょっと迷ってます。まあワンチャンその連戦でなければ連戦禁止にすれば一応ワンチャン生まれるんじゃないかなと思うんですよ。ホンダとか変なチームできなければ、はい、いやワンチャンあるんですよ。このホンダは全然あるんで、偽物が2人いるんですけど、ね、この偽物が まさかの同じチームになるとかなり台無しになるんで、はい、まだキャラ変更効くんで、この辺はちょっと皆さんに、やりつつみたいな。で、それがなければ、普通にシングルでもいいんですけど、その辺ちょっとどうしようかなと思って、ちょっとじゃあ多数決を取ります。じゃあ、該当する方に手を挙げてください。シングルやりたい人手を挙げてください。はい、2オンやりますあ、じゃあライフ2の連戦禁止の2オン2でいいですか。じゃあはい、なので、キャラクターをちょっとどう固定にするか自由にするか迷うんですけど、どうしましょうね。ホンダが一応固定で2人いるんで、ここ組んじゃうと正直意味ないんですよ。救済措置で一応ありていきますか。じゃあキャラは自由、その代わり同じ人連戦禁止です。はい、なので先に先方で出た人は、必ず1回相方と変わって、でその後相方が出て相方が負けて、お互いライフが1になっても連戦は禁止になります。なのでまたさっきみたいに先方ラリオさんに出たら俺で、俺が負けたら俺がもう1回っていうのも禁止で、ラリオさんが固定で先方になります。その代わりキャラ自由というルールで今日どうでしょう。一応これで X 特有の無理に近い組み合わせが一応これで解消されるんで、一応それであとおのおので相談しながらやっていければなと思うんで、勝ちだけ考えると多くサブキャラ使える人を後に持ってきた方がいいですっていうところですね。よろしくお願いします。じゃあちょっとくじ引きして今組み合わせ決めるんで、もうちょっとだけちょっと待ってください。すいません。
は組み合わせ中心になってきました。じゃあバンパイアセーバーの筐体に組み合わせ抽選の手引きを置いてありますので、そちらからお願いいたします。チームはくじ引きで決めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ多田さんって誰？多田さん、たったった、はははは。じゃあそこ200円です、参加費200円です、参加費200円です。多田さん6番。はい、みのむくん、3番。はい、ヨッキーさん、さあ何番かな。5番。これ危険ですね。これリョウジさんが、はい、リュウジか、リュウジ、いや、これ6番が一番危ないんですよ。これ6番が一番危険な流れです。あ、6番終わるか。あ、じゃあそっか、多田さんとユッキーさんで決まりだ。はい、じゃあリュウジさん行きましょう。1番。さあまだ分かんないよこれ。はい、リョウイチさん。これ2番引いたらここも危ないっす、割と危ないっす。いや、これ結構引いちゃう、あー引いちゃった。いいチーム出てきましたね。じゃあ僕がミノム君とですね。はい、じゃあこんな感じです。自分の名前忘れないようにしてください。自分の名前登録しといて忘れないようにしてください。あの、今日偽物いっぱいいるんで、いろんな偽物がいっぱいいるんで。キャラは自由です。使用禁止です。たまにやってもいいかなと思うんですけど、たまにね。たまに合気やってみるはあるあるですね。そのうちやりましょう。今日はなし。今日はなしで。はい。ちょっと待ってくださいね。ただいろいろちょっとも考えてくれる。
お好きな方で、あ、じゃあすいません、ありがとうございます。優しいんだからもう惚れそうそうですね、先方の申告プラスキャラの申告もです。じゃあね、バイソンマンに、一応申告の、うん、申告してください。お互い一応、フェアに行きましょう。で、喋る人いないんですけど、誰か喋れる人いないよねはい、じゃあ、じゃあ、はい、じゃあ組み合わせ今聞きました。いきなりちょっとプレイヤーネームじゃなくて普通に言いますけど、これどっちがどっちだっけ、どっちが涼二さん、あ、涼二さん、涼二、はい、じゃあ涼一 X 本田対涼蔵 X 龍です。わけわかんねえはい、じゃあよろしくお願いします。喋れる人いない、同時に消えましたんで、とりあえずサイレントでいきましょう。タイトルコールしてないよね、それは。
はい、一応タイトルコールしてませんでしたね、はい、もう始まっちゃってますけど、はい、じゃあ遅れましたけどね、はい、もう開催してますけど、本日の2019年5月25日土曜日スーパーソウルストリートファイターズ X 大会始めて、もう始まってます。すいません、あまりにも開催を急ぐあまりタイトルコールを忘れてました。はい、ということで本日のルールは、2 on 2、1人ライフ2つで連戦禁止、はい、連戦禁止の、キャラ自由の2 on 2となります。ちょっとかなり複雑ですけれども、プレイヤーの皆さんにはルールみんなご理解してもらえているので一応この流れでやっていきます。で、連戦禁止というのは同じ人が連戦しちゃいけないという禁止ルールです。で、ライフが2個で、今私が出ましたんで次ミノムくんが 出ます。で、ミノムくん負けたら今度また僕っていう感じで、もう順番この時点で固定になります。で、使用キャラは自由なので、まあ、ここでうまく調整しつつ相手キャラを倒していっ てくださいという、そういうね、今日は原則のルールで大会となりますんで、よろしくお願いいたします。すでにもう1試合やりました。2試合か。で、今1人ずつライフなくなって今2人目です。今日は変速2オン2です。あー、うわー、頑張って頑張ってさあ、ミノムくんがさあ、頑張ってほしい。さあ、このうちのチーム実はこの DJ どうすんのっていう、さあ、かなり頑張らないといけない組み合わせです。しかし DJ の体力は今のところ減ってはいるので、さあ、ここで1本取り返せればというところ。さあ、クーリーが当たる。さあ、あんまりちょっと僕自分寄りの実況しちゃまずいですよ。クーリーが3回いいですね。さあ、取り返していったミノムキャミン、いいですね。ここと取るとでかいですよ、はい、クーリーが。しかしここはテクリー、お、正面でキャノンスパイクで暴れて、さあ、ここは裏落ちですね。めくりじゃなくて裏落ちで、着地に足を出したところを狩る目的のキャノンスパイク、しかし読まれていました。スイジャン、スラが勝手っぽい。さあ、とりあえず歩いてガードしてラインを上げていく X の基本コード。しかしスパイラル、あっと最後はスラ当たって、まずいこれはあかん、あかんですね。これキャラ変えてもって感じですねはい、では2番手また両像に変わります。追い詰められましたいやー、やばいですね。さあ、対象はこの君、キャラは OK です。相手もいいし同じキャラ使ってもいいです。ここはキャラ自由です。キャラの使用回数等に一切制限はありません。さあ、対象ミノム君、さあ、ライフはもうミノム君しか持ってませんので頑張ってもらうしかありませんね。
さんアドリブで選んでいきますが、この後後ろに、はいそうです、もう一人いるんです向こう。さあこれはどうなる、はい、一応かぶせていきましたね。とりあえずさあジャックナイフ一回触って、もうダウンを取れば、全然ある組み合わせです。さあしかしなんだかんだ言ってもこのさあ、こかせるまでがかなり、さあここはしっかりしっかり打ってましたね。真後ろためでリバーサル、まず1本取ったのは龍一という龍一龍二か、龍二龍二 DJ。 こちらの人は偽物めっちゃ多いんでさあダブラリで落として足払い、さあ足払い重ねは一応あのリバーサルジャックナイフを一応すかせるんで、まあ、そこで読みつつというところですね。しかし危ない流れで、はあ、渡し切っやっ、ああ情け無情はい、勝ったのは龍二龍一チームです。いやーこれはちょっときついですね。では僕たち、みのむくん良造チームが連戦で、そのままゆっくたたたたたたチームたたたみのたたたチームでお願いします。さあそれでは2つ目の組み合わせということで、まずミノムくん良造チーム対ユッキー対、ユッキータタダチームですかね。第1試合目はミノムくんオキャミとユッキーエフォークですね。さあこの組み合わせは大会ではたまにあるのかな、先ほどもの2回やっておりましたけれども、ミノムくんは衣装のオキャミですね。ユッキーさんは今年はずっと大会ではエスコートを使い続けています。試合自体はミノムくんが今のところうまく進めているが、このスタモンにはこっちはないのかな。そして耐久を通常技で仕留めて、まず1本目はミノムくんからですね、2アウト目。さあいきなり上から来ました。さあ対応できなかったのかな、食らってしまったエスコートです。そしてこうやって耐久をここも AT OK だ。ここはうまくやるので、ね、さあ、キャミーが追い詰めておりますが、このまま試合取ってしまうのか。さあ、また上からに対応できない。ここはナイスガードですね。 あと一発なんかな、変なところを食らわなければミノム君がいける。さあ、ここでまだ死んでない、スパコもあるし、はい、今のも完全スパコンに入れどうするかというところだったんですけど、ユッキーフォークは攻めを選んでましたね。まあ、素性技だからあれで削り殺せるわけではなかったんだが、ここにスパコンが当たって、まずはミノムくんキャミーが取りました。2試合目はタタタガイですね。このタっていうのはベンダのタなんですね。いわゆる今日は偽物だらけの試合ということで、これが偽物の名前になってるかどうかも怪しいところですが、
あ、キャミーはスタイルということで合わせてきたんだろうけれども、1試合目はキャミーが爆弾しましたね。めくってカノンスパイクで1本で取りました。さあ今のところこの手まだ負けてないですよ。が通常技でペチペチと体が入るが、スレトルが端っこに落ちてたところで、さあ逆襲が始まる。しかしここちょっと早かったね。最後はソニックを食らってしまって、さあ戦いが1試合取り戻した。さあ3ラウンド目、開幕はちゃんと中足を置いてある。端に追いつけたところでサバーが溜まっていない。そしてプライレックスで逃げる。再び追いかけるキャミーですけれども、ここでトリックで怒られてしまった。ここで近づかれるのがどうかというところですね。ここは入れちゃう。ここは入れちゃう。タイム的にはジャンプが厳しいけど、まだこれ一発ありますよ。これはもうこれ以上ガードできない。最後のはしょうがないですね。サバダガエルが取り戻しまして、これでお互いナイフが1ずつ減っておりますかね。さあこれがやりたいっすよねと言って、今日は島ではなく良造優キャラはいつものキャラなので、まああの店員ですね。さあここで伝統の一戦が始まる。片田さんはまあいつも違う名前で出てますけれども、ガンジもまあ使ってますけれども、本職はバイソンとかバイソンそのものの名前の方ですね。ペガとかも使ったりしますけど、今日はガイルということで来ている。ただ本職ガイルではないので、本職リュウの両方さんにどこまで食らいつけるかというところでしょうか。両方リュウが取った目は今のところ波動で押している龍、端に追いつけてサワーは空振ってしまった。まあ、ここはちょっと振りが速かった。体力はほぼ五分五分ですね。ソニックの回転がどれぐらい速くやれるかですかね。だから進路がかかってしまっているので、下手に打ってしまうと1になってしまうところ、ここはタイミングで使った。おお、今何を取りましたのか。そしてこれ追いつけようとしました。最後は焦って飛んだところを海底昇竜で返して、これで良造竜が来ましたということで、ゆっくりことのチームはこれライフ2つ減りましたね。それで次はゆっくりさん2人目、ライフ2つ目ですかね。まあ、なしでもエスコークです。そこから変えてもいいんですけどもね、やっぱりここはエスコークにこだわりがあるということで持ってきたということですね。ステージは第2ステージ、速いステージなので速さにかまけていろいろボタボタやっていけるかどうかですが、今のところは松谷が、おお、でも対空が追いついてない。あ、今度は追いついた。おお、一応対打ち向けですね。さて、これであとは相打ち OK っていうところで足払い同士がぶつかって、ここは1本目良造竜ですかね。地上戦を足払いで制している。空中で当たり、ここはまず跳ねると、そこから跳ねられない。受け身がないのでこのまま跳ねられてしまうんですね。まあ、ここはしっかりはめて次いけるかですが、ちゃんとはめましたね。まあ、これでは1本ずつですね。3試合目、ここは勝利間に合わない。ガードしてしまうとこれが来てしまう。これも昇竜空振るとこうなってしまうと、あーこうなっちゃう。あと1回ハメ精度が高かった。練習しているだけのことありますね。ということでこれで地獄地獄チームもお互い1枚ずつ減ったので、次は身の部分2回目やらめ。さあかぶせていいルールではあるけれども、これはかぶせていいのか。先ほどはミノム君が勝った組み合わせですね。今度はどうなるか。さあこれさっきよりもステージが速くなっているので、クーリガンをちゃんと反応できるかどうかが一つの確認になりそうですね。
ペチやってるけれども、こうなると攻撃力の高いエスコークが有利。あーこれですね、反応しづらいやつ。そしてガードできなかった。おお、なんかこれ落ち、手前に落ちましたね。そこを掴んでいった。時間が長くなってきたが、おお、チャンス、チャンスともなかなかやっぱりこのストレージも完成しない。時間がないが、これはそこに突っ込んでいってもガードされるとなかなかこう次がないので厳しかったのかな。ちょっと時間が足りなかったですね。さあ歩いて中足を繰り返す。中足だらけですね。ここでようやく投げを決めて、これには反応できない。スタコンは空振っても OK かな。まあ逃げようですね。さあ空振りにまた足払いがと。多分ユッキーさんのこれコントロナイフを低めに当てて反撃もらわないようにと言うしてるんでしょうけど、ちょっと引きすぎて手前に空振ってしまって、今もそうですね、中足が当たってしまうと。しかも今ヒートしてしまった。さあここはダメが決まって次はめられず、このコントロに反応できるかとかですね、なかなか厳しい。さあユッキーさん結構飛んでくれるんですね。そこをどう変えるかなんですが、これはもうガードできなかったな。ということで、ミノム君2体目がやられまして、これで残り1ライフですかね。最後、陽蔵さんですね。何で来るのか、また黒龍だな。他が使えないかなということで、結局、本職を選んだ。さて、ちゃんと上を見ている。陽蔵さんやっぱり陽蔵さんを見てますからね。そして大昇竜を待ってるのがこれ食らうとかなり出ない。これですね、あっという間に振った。さあともうこれ無理をしなくてもいい体力になったけれども、エスコークですから一発があると思ったら、大ボスからこれ凍え投げですね。これパンチってこっちでもいいというやつですね。一発なら勝てますね。龍が完勝ですね。おお、ほぼ地上で大勝利を挙げた強気。このまま2試合でも、おお、ギリギリのところで大勝利やってますね。これ絡めたら終わっちゃうしかない怖いところですけど、無理しないでガードできるのがガードするというところですかね。ここもちゃんと勝利見れますね。おお、惜しくはガードで、そして最後はこれはめに行こうとしたのかな。ちょっとこれステージが早い関係でしょうかね。重ねをミスったような感じがします。そこを投げて島津屋龍が、島津屋じゃないな、陽蔵龍が取り返すと。まあ、店員だからこれ別に話しか関係ないですね。島津屋さんです、この人は。そしてこれがラストですか。どっちか勝った方がこの国勝ち切るということになります。そして高田は次もガイルを使ってきましたね。さあ、この足払いが取る。さあ、とここはサバが当たっていた。おお、なんか怪しいサバが当たりました。そして新人はこれガードが当たる。さあ、再びこれは高田シップを食べない陽蔵龍だけれども、ガイルが当たっている。間に合わない。さあ、ラテンを当てて残り一発と。今時間を投げ出したけれども、そろそろまた身長が高い人が止まった。ここはナイスガードだが、最後これ投げですかね。投げか、あるいは、中ボスか何かだったんでしょうけれども、投げと見てサマをしっかり当てたと。これガードされてたら危なかったですね。1試合目は前に出るタタタガイル。おお、これタカキがパで返そうとしたのか。タカキを返しながら、そして今度はタカキをうまく合わせて端に落ちてる。おお、そこにタカキがあるので、うかつにこれ弾を打てないガイル。今のは飛びが曲がった。おお、謎の式。ここはナイスガード。おお、最後は相打ちでガイルタタタが勝って、これでミノム君
通のチームはライフがゼロですね。ということでユッキー・タタタチームがギリギリのところで制しました。途中経過ですけれども、エゾムシン醸造チームがこれで2敗ということで、残念ながら負け抜け確定です。ユッキー・タタタチームが今のところ1勝0敗ということで、次は我々のリュウジ・ヨウイチチームとユッキー・タタタチームが当たって、こちらで勝った方が今月の大会の優勝ということになりそうですね。さあ、自分で言ってて、リュウジだかリョウイチだかどっちだか分かんなくなってきてしまったところで、しかも本物不在ですね、今月は。はい、じゃあそんな感じで、今ベンダさんね言ってくれた通り、リュウジ・リョウイチチームとユッキー・タタタチームですね。はい、じゃあ両チーム先方とキャラをね申告お願いいたします。さあ、完全にこの2番のミノム君、良造さんってはもうほとんどサブキャラ使えないからね。はい、じゃあ決まったようです。そっち、はい、伝統の一戦ですね。はい、では、ユッキー S ホーク対両一 X ホンダ。ベンダさんでいいしょ。ベンダホンダでいいよ。どうせ、本人も言っちゃったし、本当、本物に謝るって感じ。はい、では見ていきましょう。 1P 側が、リュウジ・リョウイチチーム、対する 2P がユッキー・タタタチーム、先方、ユッキー・スポーク、対する 1P が、リョウイチ・エクソン。さあ、この組み合わせはもうなんか伝統というか、もうあれですね、名物、F1 名物。あの月齢だと絶対この2人もう一生勝ちってるイメージが。さあ、しかしこの組み合わせはかなりホンダがかなりいい感じで立ち回り上回るというか、まあなんというかベッタホンダのやり込み的な感じですね。お互い詰めるところがもう細かすぎて僕もうよく分かんないレベルです。さあ、地味にあんな感じでコパンとコパンを空振りすって100列の出かかりプラス、一応その突射の頭突きに対して押し置きしていくと、押し置きというか置きですね、置き技で置いてきてると。でそこでどうするかって感じですね。仕掛ける側のホンダに対して対応して、さあそのワンミス、相手のワンミスから起き上がりに全てをかける SS ホークと、まあ、分かりやすい組み合わせですが、いやちょっと強いですね、この組み合わせ。勝ったのは両一 X ホンダ。さあ、そしてタタタさんがベガです。あの人も結構いろんなキャラ使いますからね。バイソンマンっていう名のタタタさんです。では見ていきましょう。タタタバイソンじゃなかった、バイソンあれだ、海外名だ、ベガ。いや、さっき今日コンボブレーカー見てたんでね、ちょっとベガとバイソン確定でいきますよ、今頭の中が完全に。あっちだとベガバイソンですから申し訳ない。さあ、ダウン取って、さあここは暴れつぶし、あ、これは3発固定ガード連続ガードなので回避不能と。まずはタタタベガが一本先制、ジャクレス一発、ダブル2が1段目2段目ヒット、ジャンプ台形。さあ、正面飛びに対して高め打点だったので、ここは大いちょうで刺すっていく。ここは暴れつぶし、ちょっと今でも大いちょうミスだった気はしないでもないですか。最後は飛びから100列で削るがどっと残る。さあ、ありますよこれ。最後はしかし最後に対しバックジャンプ中継取り返した両一ホンダ。今頃名前覚えてきました。リュウジだかリョウイチだかもう分かんないけど、もうとりあえず名前覚えてきました。投げに対して、投げで返して、あー、ピヨッタ、これは基本コンボだが目押しミスってワンチャン生まれた。これ大いちょうで1回投げられ1投げられたら終わりのやつです。さあ、ここはおー、うまい、しかし一発。さあ、ベガ側もこれ浮かずに攻めようとして、あーっと最後は噛み合いましたね。同時に出した結果、最後が勝つ。勝ったのはタタタペガ。これでお互いライフが1ずつ減ります。さあ、そして今日のキャラはキャラルールな、毎回
あれですね、自分が入るときは使用キャラ自由のルールなので、さあここで後出しの方が基本的にキャラをかぶせれると。まあ、今日の大会は始まる前にも言ったんですけれども、キャラ多く使える人が割と有利です。まあ、一応キャラ固定でもいいかなっていうのがあったんですけど、今日一応エントリーで本田が2人いてワンチャンこの2人組んだら死ぬなっていうお話してたんで、一応今日キャラ自由というそういう配慮がありました。まあ、本田と当たってでも、まあ、ザンいないからまあって感じでしたけど、ただキャラ自由とかね、すごいですからね、どっちとやっても。さあダウン取ってワンチャンから食べていく。まずはリュウジーホンカリュウジーホンカリュウジーブランカだ、もうわけわかんなくなった偽物多すぎて。さあスラで返す、マジですか、すごい。さあそのまま投げて上りキャップで手で一旦距離を離す。さあしかし踏まれるとまずい一応逃げれるフレームはありましたが、最後はナチュラルにステップ投げ通して勝ったのは、リュウジーブランカ。これでユッキーさん、高田さんともにライト1個ずつ使ったので残りは、おっとここでユッキーホンダ。さあこれ勝つと同キャラがワンチャン見れますね。さあ本日のルールは、連戦不可の禁止、連戦禁止のルール、負けたらその人がもう1回連続で入ることを禁止しております。なので必ず相方とチェンジ、そしてライフは先に2個使った方が負けと。さあ最後はピヨって行って、ライシャナミチュー、ゲーカのローリングと。さあどのシリーズでも割と基本コンボですね。さあまず1個取ったのはリュウジブランカ。さあ本日のおおめくりで返す。さあそうなんですよね、ユウキさん本当はすごい精度高いんで。さあここは跳ねて裏回りから上を通して、さあここはしかしガンガードプラス投げに行かない、この選択肢が噛み合った。さあ弱ウックから動いているのはホンダ、ここはナチュラルに百裂を削って削っていく。さあ対空取って百裂で削る、あ内からの大頭突き、これが当たってこれで取り返した牛耳じゃなかった、ユッキーホンダ。偽物多いと一緒出ますね、頭の中で検索しないと名前が出てこない。スラが通る。さあジャグリスしっかり探っている、相打ちから先に動く、ここはサメが間に合ってないが、サバ折りからの、さあ投げを通していろいろあったガード、頭突き、頭突きが一発炸裂、炸頭突きはあって、おっとここで抜ける、おっとリバーサル炸頭突き、これはうまいということで、さあいいですね、シーソーゲームが続く。勝ったのはユッキーホンダ。さあベンダさん何使うの、かぶせるか、おっとここで横綱対決、これもめったに見られませんね、去年まではかなり見ていてたカードだったんですけど今年は初です。さあユッキーホンダ対ベンダホンダ、そしてベンダさんを今本名で言っちゃった、本名というか本当のネームか。さあからのさあリードしているのは陽一本田、相打ち相打ち2回、さあ相打ちでもいい、あと最後は百裂張り手の弱、ちょうど上の方にあった判定が当たって、さあこれでまずは陽一本田が一本選手。さあ横綱対決、さあ相打ち、先端だと相打ち、そして百裂で頭突きを潰して頭突きを当てて、さあ横綱が強い。さあここはしかし引っかかってからのリバーサルオイチョからの最後は頭突き、横綱対決、本日は両一本田に軍配が上がります。そしてさあ 2P 側がさあ残りライフ1、バイソンマンことタタタ開幕。さあこれも結構久しぶりですね、ベンダホンダ対バイソンマン、バイソンマンバイソン。
ドスコイ弱、ドスコイ弱がワンセットで入る。さあドスコイガードしたらその分オアで、削り返すと。さあここから投げていったのはバイソン。ここはクレイジーバファローでとりあえず5回削る。いい勝負、ドスコイオア、オア。さあこの何年経ってもドスコイオアですね。さあ最後終わり際の着地にダッシュグランドストレートが刺さって、まずはバイソンマンと田中が日本選手。さあまず開幕ダメージを取っていったバイソンマン。グランドが刺さる、体力リードされるとこの組み合わせ本田側が非常にきつい。さあ着地硬直、本田の着地地味に隙がある。さあワンチャン選択は大一丁一発からの、さあそのまま上を通してやっと潰した。大一丁熱い熱い取り返した。これで追い詰められたのは 2P 側、はい、地味に。そして優勝決定戦なんです。これバイソン負けてしまうとそのまま優勝が決定。さあ次の戦いまでこれ繋げられるか。うおー、あの位置から返す。しかし追い詰められたが、ここはクレイジーバファローで押し返す。確率的に押し返して、さあバイソン無理を必要する必要はないが、最後は上は通ったんですけど大一丁まで行けず。これ、あ、いや、まだまだです。もう一人います。優勝じゃないですまだ相手もう一人います。さあライフがこれでお互い全部使い切ります。優勝決定戦、ラウンド1ファイト、田中バイソン対リュージベガあの人です、ラのつくあの人です。さあ優勝したと思って安心した間にはもう一人いたと大変なことに。まあ、この組み合わせが、ね、最後優勝決定戦ってだけでさっきの試合ではないです。さあ何はともあれこれが間違いない優勝決定戦。投げたのはさあ次はなんとかガードが間に合う。出るの遅いですからね、あれ地味に。弾き飛びがかなり簡単です。歩き投げ通して、さあ一発グランド上り中 P からもう一発入れて、さあどうする。表裏の攻めは裏から、どうだ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 、あー最後歩いたとこにしゃがみ中継が置いてあった。優勝は龍二良一チームです。おめでとうございます。偽物ばっかりで訳がわからないそんな大会でしたはい、ということで、月齢大会ちょっと趣向凝らして、趣向変えましてね、ちょっと今日はランダム2音で、なおかつライフ2つ連戦禁止というね、かなり特殊なルールで設けましたが、今日本日の大会どうだったでしょうか。たまにこんな感じでまったり交流深めつつ、悪くないと思うんで、実際ちょっと面白い、今度はちょっと個人的に結構面白かったなと思ってるんで、またもし機会ありましたらまた面白いレギュレーションを考えてね、またこんな感じでやっていきたいと思います。はい、ということで以上をもちまして本日の月例大会すべて終了とさせていただきます。今日はあとプレイヤーさんいっぱいいますので、ぜひね皆さん交流深めつつ対戦遊んでてください。あと対戦の方このまま今日垂れ流しで、配信の方はすべて X の方で今日は垂れ流しになりますので、ぜひ、ご活用のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあ以上をもちまして本日のスーパーストリートファイター2月例 X 大会以上で終了とさせていただきます。ご参加誠にありがとうございました。
はい、では真ん中の台が基本あの配信台となりますんで、もし配信移りたい方は真ん中の台で、ね、遊んでください。よろしくお願いいたします。
Round two, fight!
Round 2, fight!
Round 2, fight!
Fight! 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 F
Thank you.
Round 2, fight!
Fire!
Thank you.
Thank you.
Oh!